はい、ということで振り返りでした、はいはい、そしてここからですね、本日の授業の本題に入っていきたいと思います、第1部ということで、述語にかかる品詞を揃えるに入っていきたいと思います、こちらはですね例題もご用意しておりますので皆さん一緒に取り組んでいきましょう、はい、先生お願いします。はい、先ほどホームランとかいう話が出てきたので非常に近いところなんですけれども、うん、述語にからちょっと見てじゃあどういう品詞を揃えていったらいいのかということを見ていきたいなと思います。これは分かりやすい文を作るためという一つの、まあ、方法であるというふうに理解していただければいいかなと思います、うん、この例をちょっと見ていただきたいんですが、学生時代はクラブ活動の円滑な運営と楽しい人間関係を作るよう努力したと、うん、まあ、特にね、うん、そういうほど、まあまあ、紛らわしい文ではないとは思うんですが、ここにある努力したっていうところの作り方なんですけど、はい、ここの努力したという述語に注目してちょっと構造を考えてみるとどうなるかなというのを見ていきたいと思います。でここにはクラブ活動の円滑な運営とかありますね、うんうん、はい、それと楽しい人間関係を作るよう努力したと、うん、でこっちの方は名詞で終わってますよね、はい、こっちはなんかここにつながるようになってます、うんうん、でここを同じ形に揃えてみようと、そうすると運営努力したというのはならないですね、うん、作るよう努力したという係りはできるけれども運営努力したにはならない。さっきも言いましたように似たようなことを2つつなげると後ろの方に引きずられて、うん、ね、はい、述語を作ってしまうということがありますが、うん、もう一回ここの品詞を揃えるという形で見てみるとどうなるかということで、皆さん突然ではありますけど、うん、これをですね、はい、品詞を揃えて努力したにつながるように、うん、文を作ってみていただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。ということでですね、まず一つ目の例題になります。こちらの学生時代はクラブ活動の円滑な運営と楽しい人間関係を作るよう努力したという文章があります。まあ一見ね、まあ、これでも意味は通る文章かと思うんですけれども、運営努力したとはならないですよね。はい、作るようにちょっと今引っ張られている形になっておりますので、この運営そしてこの作るようなところをですねちょっと工夫してですね、正しい文章にしてみましょう、はい、皆さんからの投稿お待ちしております、はいはい、ということでまず例題ですね、ここからは、はい、まあ、なかなかね、はい、こういう言い方もしますし、うん、まあ、これは一概に間違いだというふうにはちょっと言えないかもしれないんだけれども、うん、はい、ここら辺を意識しておくと分かりやすい文ができてくるだろうなというふうに思うんですよね、うん、はい、ということでどんどん書き換えた文章ですね送っていただければと思います、はい、送っていただいた文章を前田先生に添削していただけますので、はい、皆さんこの機会なかなかないのでね、はい、ぜひですね取り組んでみましょう。お待ちしております。ではちょっとですね、待ちつつコメントも、はい、いただいていたので見ていきたいと思います。はい、はい、あ、そうですね、日本の古文となるとやたら長い文章が多いよなといった、ね、コメントをいただきましたね、はいはい、あとはそうですね、文章を2つつなげて動詞が1つになるときでおかしな文章になりがちです、まさにそうですね、そうですね、はい、では、はい、ここからは皆さん添削にもあると思いますので見ていきたいと思います。すく教務課からも文章として投稿してますので、もしよければコピペとかしてちょっと書き換えて投稿とかも、はい、してみてください。お待ちしております。どうかな、これですかね、まず、はい、明美さん、はい、クラブ活動の運営が円滑になるように変えるのでは、はい、でね、というところですね、はい、ありがとうございます。それもいい直し方だと思いますね、うん、運営が円滑になるようというふうにちゃんとつけているということで、うん、分かりやすくなるでしょうね、うん、はい、はい、人間関係を作るように合わせていったということですね、はい、はい、みどりさんは、はい、学生時代はクラブ活動を円滑に運営することと楽しい人間関係を作るよう努力したという、はい、ありがとうございます。海津さんと海津さんとおっしゃるのかな、はい、ありがとうございます。これだと非常におっしゃってることよくわかりますね、はい、で円滑に運営することとってこととなってますね、うんうん、ことってこれ名詞なんで実を言うとね、うん、ここになっちゃうんですね。で、はい、人間関係を作るよう努力した、はい、ことと努力した、うん、なるとここも実は作ることに努力したとかっていうふうにすると、うん、こととことで合ってくるんじゃないかなっていう気もしますよね、うんうん、なかなかね難しいですね難しいな、そう言われるとそうです ね、はい、でもなかなか、まあ、こういう方向で考えていただければいいかなと思います、うん、そうですね、はい、はい、
ありがとうございます。では続いて小栗さん、はい、クラブ活動の円滑にできるようかなというできるようというところですね、はいはい、そうですね、こういう活動もいいですね、うん、できるようとかね、はい、はい。江島さんはクラブ活動の運営と楽しい人間関係構築に努力した、はい、人間関係構築に努力した人間関係構築に努力した、うん、はい、そうですね、あの構築っていうところを一つ置くことでまた変わってきますよね、うん、いいと思います、はいはい、ありがとうございます、はい。で泉さん、クラブ活動の円滑な運営をしたり楽しい人間関係の構築をしたりして努力した、まあ、なかなかいいですね、あの泉さん素晴らしい、はい、ちゃんとあのここのところも、はい、あの運営をしたり、うんうん、構築をしたりしてっていうふうにちゃんとこう対応させてるところが非常にいいですね、うん、あのいいと思いますね、はい、こういうこと、ここで運営をしたり、はい、人間が構築をしたりゴールつけたんですね、構築をしたりということをつけたということで、うん、あの文章としてはまとまってきていると思います、うん、文としてはまとまってきていると思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、で皆さん人間関係をあの作るというのは構築と書いてる方がいらっしゃいますね、はい、そうですね、はい、だ構築って言葉ちょっと硬い感じはしなくはないですよね、そこのところを少し柔らかくできるといいかなと思いますけども、でもまあ皆さんのそういう語彙力というか、うん、そういうものがちょっと生かされてていいと思います、うん、とてもいいですね、はいはい、そして、ネギさん、クラブ活動が円滑になるように楽しい人間関係を作るべく運営に努力したと、なるほど、ちょっとひねりましたね、はい、すごくいいと思います、ネギさんね、はい、うまいです、うん、円滑になるように楽しい人間関係を作るべく、うん、ね、人間に努力した、このべくっていうのがちょっと、うん、あの古語っぽいですけど、うん、ちゃんといいですね、こういう形でまとめるのも一つの方法だと思います、うん、はい、ネギさんありがとうございます、ありがとうございます、はい、他にもすごい皆さんたくさん投稿していて続々と来てますね、はい、素晴らしいです、ね、ありがとうございます、はい、ちょっと坂本さん、クラブ活動の円滑な運営と楽しい人間関係構築に向けて努力した、はい、という、そうですね、 はい、ここもあの坂本さんありがとうございます、ありがとうございます、ここも楽しい人間関係構築に向けてという言葉を一つ入れていただいたですね、うん、運営とという形でね、うん、はい、いいと思います。でここのところさっき言いました向けて努力したっていうの、うん、ここはつながっているので、ここと運営努力したのところがまだちょっと一つね、はい、ここはもうちょっと難しい、取って消えちゃうとこの運営がまたちょっと浮いちゃう感じがしなくはないんだけど、まあでもこういう意味合いですね、うん、こういうところであの文章を考えていくということは非常に重要だと思いますね、うん、はい、ありがとうございます、坂本さんでした、はい、他にはですね、なおさん、クラブ活動の運営が円滑になるようかつ楽しい人間関係を構築できるよう努力した、はい、かつ頑張りましたね、なお、はい、さんありがとうございます、はい、ありがとうございます、かつっていうのはなかなかいいですね、はい、あのただちょっとね、あの、まあ、これかつっていうのは、まあ、要するにアントとかいうか、まあ、いい意味かもしれませんけどね、まあ、ここもなるよう、うん、できるようで、ここに揃えたわけですよね、うん、ね、そう揃えるためにこの勝つと入れなきゃいけなくなったってところがちょっとね、うん、あの頑張ったなって感じです、うん、でもいいですよ、はい、なんかこういうふうにそう考え方としてね、うん、揃えていこうという、こう考え方が非常にいいわけで、うん、あの大丈夫だと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして堀内さん、学生時代クラブ活動が円滑に運営されるように、またそれにより楽しい人間関係を作るように努力しました、うん、という文章、ね、そうですね、カツがまたになったんですね、堀内さんありがとうございます、ありがとうございます、あのここも要するにここをつけたことで、またあのここのようにようにというところでつなげたということは、うん、あの非常にうまいと思いますね、うん、はい、こういう感じであの作っていくといいと思います、うん、考え方としては皆さん同じ方向へだんだん向いてきてますので、うん、いや相当いいと思いますね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、そろそろ先生の方からちょっと解説を、はいはい、していただきたいなと思います。で、このところを、はい、あの非常にもうちょっと単純に見ていけたらいいなと思うんですが、はい、で楽しい人間関係っていうのも、うん、あのいいんですけれども、うん、ここもちょっと一ひねりしておくと、うん、まあ、学生時代楽しい人間関係を作る努力っていうよりは、うん、まあ、そこのところの表現も少しちょっといじってみます、まあ、今回のテーマとはちょっと外れますけれども、こんな感じでどうでしょうか。学生時代はクラブの円滑な運営と良好な人間関係づくりに努力した、うん、運営っていうのと人間関係づくり、運営に努力した、うん、人間関係づくりに努力したっていう形でつながる、まあ、これは要するに名詞に形に揃えたっていうことです。でこれ良好なっていうのは要するにまああの楽しく楽しいっていうのもいいことですけれども、まあ、単に言うにわーっと騒ぐだけじゃなくて、あのクラブの円滑な運営をするために良好な人間関係を作ったって、これちょっとここのところをこれひねりましたけど、まあここはちょっとあのまあおまけだと思っていただいて、で要するにこういうふうに良好な人間関係って言いますよね。言いますよね、はい、であのここら辺だと勝つとかそういう難しい言葉とか、うん、またとかは言えなくても、うん、とでなんとかこう
つないでいくことができて、はい、名詞で揃えていくというふうにしてみました、うん、はい。でこれは考え方ですので、正解は文章、何度も見ても 文章は正解がありません、うん、ですからこれは一応名詞という形で揃いましたというところを見ていただけて、で皆さんは人間関係を作るようとかっていうこのようという形で努力に結びつけるという形にしてますので、これはこれで非常にいいことだと思っています、うん、はい。なかなかちょっと頭の体操になったんじゃないでしょうか。そうですね、はいはい、ありがとうございます、はい。さやかさんが勝つまたというのはつい入れたくなりますっていう。そうですよね、なんかちょっとつなぎのものを入れたくなるんだけど、うん、できるだけそういうつなぎの言葉を省いていくようにしていくと、うん、コンパクトになっていくと思いますので、うん、はい、はい、そうですね、ますね、はいはい、ありがとうございます、はい、ということで一つ目の例題でした、はいはい、ではこれを踏まえてもう一つ例題いきたいと思います。そうですね、先生お願いします。はい、ありがとうございます。では次に行きましょうか、はい、今度はこんな感じです。でインフルエンザの予防には栄養バランスを考えた食事をとり適度な運動と十分な睡眠が必要だと医師は言った、うん、こういう形ですね、はい、でこれも分からなくはないですよね、うん、でこれはこれでも正解は正解っていうかいいんですよ。要するに栄養バランスを考えた食事をとった上で適度な運動と睡眠が必要だっていう意味でこれを書いてるならばこれはいいんだけど、はい、この3つが運動をとり適度な運あごめんなさい食事をとり適度な運動十分な睡眠とこの書き方だと少し違いますよね。でここをすっとこう必要だに揃えられるようにこの3つが並列にされている時にこの必要にうまくかかるように、うん、適度な運動が必要だ十分な睡眠が必要だはと言いますけど栄養バランスを考えた食事をとりが必要だとは言わないだろうということで、さあこれも同じようにちょっと品種を揃えて、うん、が必要だにかかるようにちょっと皆さん考えてみていただけないでしょうか、うん、はい、ありがとうございます、はい、ということで2つ目の例題になります、インフルエンザの予防には栄養バランスを考えた食事をとり適度な運動と、十分な睡眠が必要だと医師は言ったという文章あります。はい、まあ、これも一見ねこの文章でいいんじゃないかと思うんですけど、よく見てみるとこの食事をとりが必要だというふうにならないですよね、はい、はい、なので皆さんここのところですねちょっと工夫して文章の方を書き換えてみましょう、皆さんからの投稿をお待ちしております。はい、先ほどの、ね、例題を生かしてやっていただければと思います、うん、そうですね、してもしできる方はさっきの楽しいを良好なに変えたりとかぜひいろいろとアレンジを、はい、加えていただければいいかなと思います、ね、アレンジ加えて個性を、ね、出していただくと面白いかなと思います。はい、そうですね、ということですね、はい、そうですよね、パッと見どこが問題なのか分からなかったと、ね、いうのもありますよね、多分、はい、さっき最初 その十分な食事をとりっていうところはこれ前提としてその上でっていうふうに解釈すれば全然問題ないところではあるんですけどね、うんうん、だからその場合だったら栄養バランスを考えた食事をとった上で適度な運動と十分な睡眠っていうふうに持っておくともっと分かりやすくなると思うんですけどね、うんうん、そうですね、ありがとうございます、はいはい、もう早速いくつか来てますね、はい、ちょっと見ていきますかね、はい、江島さん、食事をとること適度な運動をすること十分な睡眠をとることに全部こう語尾を揃えたってことですね。そうですね、江島さんなかなか素晴らしいと思いますね、うん、はい、これも正しい書き方だと思います、うん、はい、することすることとることすることとることってこういうふうにまとめていくのも一つの正解例だと思います、はい、うん、はい、ということで江島さんでした、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で竹内さんはインフルエンザの予防には栄養バランスを考えた食事適度な運動十分な睡眠が必要だと医師は言ったという。ああ、竹内さん素晴らしいですね、ありがとうございます。ここは食事運動睡眠ってこの名詞で全部揃えてが必要だと医師は言ったというふうにこれ揃えたと、これ一番簡単な直し方ですよね、はい、ありがとうございます、素晴らしいですね、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、そして山西さんですね、インフルエンザの予防には栄養バランスを考えた食事適度な運動十分な睡眠の3つの要素が必要だと医師は言ったという。ああ、加えましたね、山西さんありがとうございます、はい、この3つの要素が必要だとちょっとひねりを加えていただいてプラスアルファしてる、まあ、これでより分かりやすくなりますよね、うん、確かにね、数字が入ると、ね、具体的になります、はい、ありがとうございます、こういうのもいいですね、うん、はい、まあ、ここも基本的に食事運動睡眠という形でまとめていただいたということですね、はい、はい、山岸さんありがとうございます、ありがとうございます、はい、では続いてですね、他にはですね、
こちら堀内さん、お客様に、お医者様に、すみません、お医者様によるとインフルエンザの予防には栄養バランスの取れた食事適度な運動と十分な睡眠が必要だとのことです。なるほど、はい、いろいろと皆さん、はい、堀内さんありがとうございます。ひねりを加えていただきました。お医者様によるとね、いいですね、丁寧に書いてらっしゃいます、はい、でインフルエンザの予防には栄養バランスとか食事、運動と十分な睡眠、まあ、これも要するに名詞で全部揃えていただいたということで、必要だとのことですというのは、まあとのことですというとあれですね、少し聞き、また聞きみたいな感じには聞こえますけれども、はい、でもまあこういうひねりを加えていただいて、うん、なかなかどんどんバリエーションが増えていって面白いですね。面白いですね、本当にいいと思いますね。はい、プリツさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あとですね、ヤギさんは栄養バランスの摂取って、うん、適度な運動、十分な睡眠が必要だと医師は言った、はい、食事をちょっと変えてくださいそうですね、はい、栄養バランスの摂取、バランスの摂取ってちょっと、ね、摂取はなんかバランスを取れた栄養の摂取かな、逆に言うとね、栄養を取って栄養摂取してバランスを整える、バランスの摂取ってちょっとあれかもしれないですけど、でも、まあ、こいつ入りましたね、こういうのは結構ね、考えていくと面白いでしょ、面白いです。いろいろとこう自分の語彙をいろいろと変えていったりとか、こうアレンジをしていくっていうこと、これもう頭の体操になりますので、どんどんこれやってみてください、うん、これ失敗だとか、はい、いろいろと考える必要ないんですが、そうですね、これをやっていくことが面白いので、八木さんどうもありがとうございます。大丈夫です。八木、はいはい、さんありがとうございます、はい、そして他にはですね、皆さんやっぱりこう食事とこう変えて暮らせてる方が多い印象ですかね。そうですね、うん、バランスのいい食事、運動と睡眠と、ね、うん、そうですね、はい、大体皆さんあれかな、食事の摂取というふうに書いてますね。食事の摂取ね、そうですね、これならね分かりやすいかもしれないですね、うん、はい、はい、そしてこちら佐々木さんは、インフルエンザの予防には栄養バランスを考えた食事をとること、適度な運動をすること、うん、十分な睡眠をとることが必要だと医師は言います。そうですね、これもまたとることということで全部揃えていただいてね、うん、ありがとうございます、はい、佐々木さんありがとうございます。で、新井さんはちょっと文章を分けて送ってますね、うん、医師が言った、うん、インフルエンザの予防には3つ重要なことがある、うん、食事をとる、適度な運動をする、十分な睡眠である。あ、新井さんありがとうございます、やりましたねこれも本当にあれですよね、はい、ここ医師が言ったと、まず言い切った、はい、これいいですね、うん、ここの頑張りはすごいと思いますね、はい、で、インフルエンザに3つ重要なことがあると、うん、食事をとる、適度な運動をする、十分な睡眠が必要で、これって全部箇条書きのように書いてますけども、うん、前回の時も僕は、はい、ね、箇条書きみたいにどんどんつなげていいんですよって話書きましたよね、うん、はい、まず言い切った後にその理由を述べていきましょうという形なので、うん、こういう書き方っていうのはなかなか素敵だと思います、うん、はい、で例えばここは鍵括弧にしてしまうっていうかもしれません、うん、でもいいかもしれないですね、はい、医師が言った鍵括弧で、うん、インフルエンザには3つ重要なことがある、うん、食事をとる、適度な運動をする、重要な睡眠である、うん、睡眠をであるというか睡眠をとるかな、うんうん、であるで鍵括弧で結ぶっていうんでも、うん、これは十分成り立ちますもんね、うん、でこういう書き方でいろいろ考えていって、それを最後に整えていくっていう作業をしていくと、どん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 良くなっていくと思います。新井さん本当ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこう小説っぽくなるためですね。そうですね、前回そうですよね、はい、ということで皆さんからのですね、はい、例題の回答を見ていきましたので、はい、先生の方から改めて解説していただきたいと思います、はい、もう皆さんがおっしゃる通りです。スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料、録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。